はい、というわけでですね、暴れというタイトルの曲が今回のアルバムに入ってます。その暴れのフリー動画を今やろうと思います。で、拍手。はい、というわけでですね、シックスとしてはとても久しぶりのフリー動画です。今まで感染っていう名前であったのでね。なので、もしかしたら感染の時の曲をシックスでやる時の振りは、感染って検索しないといけないかもしれないということをちょっと覚えておいてください。俺もよくわかってないです。はい。で、そんな感じで、この暴れという曲、まあ曲のタイトルからしてなかなかテンションの上がるような曲だと思うので、振りの方をちょっと、息苦しいな、これ。振りのことをちょっとやっていこうかと思います。はい。というわけで、よく考えたら俺一人だから撮っていいのか。はい、そんな感じでですね。じゃあ、まずはじめに、イントロです。イントロなんですけれども、皆さん、ガンガン頭振っちゃってください。暴れって曲タイトル通り、このガンガン頭を振ってもらいます。で、そのイントロがですね、途中で、ちょっとテンポが変わるんですよ。そこのところをちょっとやろうと思います。皆さん、僕と鏡合わせというか、僕のやる通りに、僕が左手を上げたら、右手みたいな感じでやってもらえばいいと思います。なんかまた一から説明しないといけないようなね、新生シックスなんでね、やろうと思います。まあ頭振った後のとこなんですけど、タタ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 タンタンが、まずこれが1セットなんですけど、ちょっと次のこれが2セットあるんですけど、ちょっと2セット目をちょっと注意してほしいんですけど、2セット目はタタ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 タと、ちょっと1個早くなると思っておいてください。叩く位置が両サイド変わるんでね、さっき後で曲を聞きながらちょっとやっていくんで、それで分かりやすくなると思います。で、次 A メロがあります。 A メロなんですけど、A メロはなんかこう、これなんつえばいいんだろうな、これちょっと名、なんか名前つけて、祭りでもたくまでもしょうちゃんでもいいけど、これってなんすか。なんか言ってたよ。なんか言ってたじゃん。今回ね、振り付けを一気に3曲考えたんで、分かんなくならないようにメモを取ったんですね。こうやって携帯電話に。そこには俺は、なんて書いたんだろう。どしどしって書いてある。これ、どしどしです。どしどし。なんだよ、それ。いや、まあ一番分かりやすいかな。名前決まってるんで、これ、どしどしです。はい。というわけで、両手を上で、どしどしします。はい。で、その後の B メロがあるんですけど、B メロのところは、まあ B1 も B2 も、二度と来ないとか、二度とないっていう歌詞があるんでですね、ここ今こうやったんですけど、本当はこうなんですけど、二度とないこの時みたいな感じで、またこう左右にこういう風に振ります。ちなみにここの部分のところは両手を左右に振るって書いてます。どしどしみたいなのはないです。これもなんか考えとこうかな。何がいいですか、これ。あ、違う、俺なんか違うな。窓拭きって書いてます。なんか左右だけじゃ分かんないんで。もうちょっとなかったっすか。いや、しょうがない。これ窓拭きなんで。なので、ダダ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 ダで窓拭きです。ここしか拭かれない。ここの部分拭かれない。で、そのサビがあるんですけど、サビの前にですね、その B メロの最後に、こう、なんて言えばいいんですかね、ちょっと特殊な部分がある、タタ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 タっていうのがあるんですけど、ここのところの歌詞がですね、君と僕ととかなんですよ。なんで、ここの部分がですね、ちょっとこれ難しいんで聞いておいてください。僕は、君と僕が、最初の部分は一緒ならばなんですけど、君と僕が一緒ならばってやるんですけど、お客さんは逆にしてほしいんですよ。なので、僕はこうやってるときは皆さんはこうなんですよ、自分なんで、ね、で、僕はこうやってるときは僕なんでこっちにしてほしいです。なので、僕はこうやってこうするんですけど、皆さんはこうでこうでこうしてほしいんですよ。わかります？こうでこうでこうこうでこうでこうね、みんなは。で、今から振り動画やるとき、俺はこうこうこうって自分のやるんですけど、皆さんは逆だっていうのを頭に入れて聞いてください。はい。で、その後サビなんですけど、サビも出た、どしどしサビもどしどしやってくださいね。はい。で、その後にですね、ちょっと間奏部分とかがあるんですけど、間奏の部分はですね、上で最初手を叩いてもらって、で、その後にダー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 ンってとこがあるんで、そこのとこなんかいわゆるあれですね、逆台的なやつですね。今このご時世なかなかできなかったりとかするんですけど、この今のこのコロナ禍というのがですね、終わりましたらですね、多分メンバーみんなこう、まあ、手引っ張ったりするかどうかとかは分かんないんですけど、まあちょっとね、前に出てこういう風に煽ったりとかがあると思うんでですね、今は CD と同じで、そこの部分は1回しかやらないんですけど、ちょっと先々みんながね、ライブハウス内を自由に動けるようになったら、ちょっとそこの部分を何周か回すような感じで増やしていこうと思います。なので、
こうやった後にダー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 で飛んでくるみたいな感じですね。あのそれをまあ今は一周分はそのソーシャルディスタンスとかがあるんで、ね、まあなんかこうとかその場でとかになると思うんですけど、先々はちょっと何周もやるような感じになると思います。はい、ということでですね、あの時間も時間なんで早速曲の方にこう行こうと思います。はい、俺も3曲一気に覚えたから大丈夫かな。まあとりあえずやってみましょう。お願いします。で、これ頭振ります。なんか回したくなるです。で、この後ちょっとあれがあります。窓拭きですね。窓拭き流行んないかな。で、次ちょっと気をつけてくださいね。どうしてどうしてですか。なんかいい名前ないのかな。いいネーミングです。ちょっと募集どこに募集すればいいんだろう。まあいいや、そんな感じです。で、こうなって、で、これ窓拭きですね。今までの曲にもこれあると思うんですけど、今まで俺別に窓拭きだと思いながらやっていたわけではない。結構ね、せわしないんで、皆さんこれ頑張ってください。で、という感じになります。で、この後サビですね。もう一回言うんですけど、俺がこうやってる時はみんなはこう。俺がこうやってる時はみんなはこう。なので、お客さん的にはこう、こう、こうになります。ここはずっとこれのとこなんで、ずっと俺がこれやってる動画はちょっとシュールかなと思うんで、ちょっとやめといてます。で、この後に頭を打ってもらいます。で、また、A メロっすね。A メロにこう切り替わるんで、これっすね。なんで、これが多いっすね。ずっと頭振ってもらってもいいかなとか一瞬思ったんですけど、そうすると誰も俺のこと見ないじゃないですか。なので、これにしてます。マルフがあります。あのこの後感想とかあるんで、もうちょい待ってください。これ2ピースじゃなくて2だから、はい、こんな感じですね。ピースだと裏ピースは良くないから、ね、でここの後にこう叩いてもらいます。あのこれをもし何周もやるってことになったら、多分メンバーがいろいろ入れ替わったりとかの時間になると思います。でここはなんかこうなるんですよね。あの本来だったらこう飛んでてガーってなんですけど、まあ皆さんその場でまあこんな感じかな。はい、ストップ。今あのこうやった部分って3回やって4回目って曲に行くときにこれがないじゃないですか。これループになったら多分4回やってまたやって4回やってまたやってみたいな感じになるんで、最後の1回がこう3回になるというのをちょっとまあミスっても全然いいんで、ね、頭に入れてもらえばいいかなと思います。というわけでですね、あ、祭りこんなこと書いてたのね。はい、というわけでですね、暴れでした。バイバイ。